滝野由美子さんは山口県出身、広島県在住で女性アイドルグループ STU48 のメンバーです。1997年9月24日生まれで、身長は164センチ、血液型は O 型、ニックネームはユミリンです。小学生の頃にテレビで可愛い服を着てキラキラしているアイドルを見て素敵だなと思ったことをきっかけにアイドルを志すようになります。中学校進学後には吹奏楽部に入部してアルトサックスを始めます。吹奏楽強豪校に進学した姉に影響を受け、同じ高校に進学してアルトサックスを続けます。強豪校でサックス付けの高校生活を送っただけあって、 STU48 劇場支配人からもサックスの腕前ははっきり言ってプロ級と評されるほどの実力です。2016年にエリザベト音楽大学に入学したのをきっかけに山口県から広島県に引っ越します。入学後は仕送りをもらっておらず、多くのアルバイトを掛け持ちしたそうです。その中にマツダスタジアムでのビールの売り子のアルバイトもあり、その売り上げは常にベスト3に入る人気だったといいます。彼女がビールの売り子をしていた2016年はカープが25年ぶりのリーグ優勝を果たした年で、それまで野球のルールも知らなかった滝野さんですが、これをきっかけにカープファンになったと語っています。2017年に STU48 第1期生オーディションの最終審査を通過し、仮合格者となります。応募総数8061人から最終合格者は31人だけという狭き門でした。滝野さんにとっては人生初で最初で最後と決めていたというオーディションでした。もし STU48 が瀬戸内を拠点としていなかったら、きっとオーディションを受けていなかったと思うと、その時の思いを語っています。広島県民へのメッセージとして、瀬戸内のアイドルとしてまず地域の方に愛していただき、次は瀬戸内の良さを全国に知らせる一つの架け橋になりたいと願っていますと地元愛を述べています。また滝野さんは清楚なルックスと称される一方で、数々の天然エピソードも発覚しており、本人も結構抜けてるところがあると自覚しているそうです。そして2017年5月31日発売の週刊少年マガジンでは、漫画誌初登場にして初の単独表紙を飾ります。最終審査に合格してからわずか73日での表紙デビューというのは、漫画誌の表紙としては AKB48 グループ、乃木坂46、欅坂46合わせても歴代メンバーで最速という記録でした。そして2017年の7月8日 STU48 のデビューシングル暗闇のも彼女がセンターを務めることが発表されます。2021年にはファースト写真集君のことをまだよく知らないを発売。ルックスだけでなく彼女のスタイルの良さにも驚かされました。鉄道好きな父親の影響もあって鉄道鑑賞が趣味という滝野さん、新幹線大好きアイドルとして紹介されたこともありますが、特に SL 山口が大好きで、瀬戸内でおすすめのものの一つにも挙げています。2022年5月に行ったショールーム配信では、日向坂46の上村ひなのさんの配信から滝野さんの配信へと視聴者が流れ込む事態が起き、それをきっかけに日向坂46のファンであるお日様の間でも滝野さんの人気が急上昇しました。彼女のこれからの活躍がますます楽しみです。